もそも、そうですね。定義というか、その、向こうで考える感じ方でいくと、まあ、国全体がもうそういうスタイルの中、全体像って感じですか？それともやっぱりクラブによって多少変わったりする？そうですね。クラブによっての違いももちろんありますし、それぞれの監督がどう考えているかとかにもよるんですけれど、まあ、ただ全体的に見渡して、まあ、ドイツ国権、まあ、特に今、まあ、僕がずっと仕事していたオーストリアとかに関して言うと、まあ、男子、女子、育成部門、まあ、プロフェッショナル、アマチュア、あまり関係なく、プレス、ゲーゲンプレス、奪ったら縦に早くっていうのは浸透していると思います。まあ、なんで、なんて言うんだろうな、ボールの奪い方、ボールを失った時にどうするかという、その共通意識っていうのは、存在していると思いますし、確かに日本ですとね、ストーミングっていう言葉で、まあ、ストーミングサッカーって話されていますけれど、はい。多分、そのドイツ語で使うような、その切り替えの早いサッカーって言葉だけには、もう収まらないような内容がもうたくさん入ってきてるかな。なるほど。もう、ピッチ上に落とし込まれているものの中にはもういろんな言葉があって、それを全部セットで吹きくるまれて言われている言葉ってことですよね。多分その切り替えということを言いながら、切り替え以上の内容がもうそれに含まれていて、それでもう共通認識であると思います。もちろん、なんて言うんだろう、毎日のその、まあ、テレビを見て、オーストリア、ブンデスリーガ、ドイツ、ブンデスリーガみんな見えるので、はい、まあ、そうすると、ね、まあ、レッドブルザルツブルクとか、ライプツィヒとか、マインツとか、うん、いろんなクラブが、どういうサッカーをしてるかってみんな見ているので、そういう意味では、みんなの中でのその、なんていうんでしょう、共通認識っていうのは、もう、まあ、養われているというかね、あるのかなと思います。うん、そのあたりはこう、ベースとしても、もともとサッカーの歴史の中にずっとそれがあるものから作られていったってことですよね。まあ、もともとこのストーミングサッカーのまあ、一つですごく重要なポイントではプレッシングというのはもう60年代70年代にオーストリア出身のエルンスト・ハッペルというのがまあ、ね、部分的にも導入していたということもありますし、うん、あとやっぱり2012年にレッドブル・ザルツブルクのスポーツディレクターにラングニックが来て、はい、それによってもう一気に広まったというのはあります。じゃあやっぱりそのまあその時代ですよ、ちょうどこうヨーロッパサッカーで言うとスペインサッカーが全盛の時代がちょっと流れてきたところから、やっぱり意識的には対、そのバルセロナのサッカー、スペインのサッカーに対抗してみたいなところはあったんですか、そのスタートのところは。そうですね、そこもいろいろ僕たちもね、あちらで議論したんですけれど、確かに、やっぱりドイツとしては、いつまでもスペインに、ね、優勝してもらっては困るというのもあったと思うんですね。はい、うん、ただ、僕がドイツに渡ったのが95年なんですけれど、95年あたりですと対オランダとか対フランスっていう、まあ、対抗意識がすごく強くて、 あれはオランダの考えだからとか、98年フランスが優勝してね、育成がすごくうまくいったって言われても、いやあれはフランスの独自だからっていうのがやっぱりあったと思うんですけれど、スペインの成功したスペイン の、まあ、黄金期の時にはドイツ保険でも、まあ、いろんな方がスペインサッカーから学んべきだっていう姿勢がすごくあって、まあ、全体的にオープンになってきたと思うんですね。うん、だ実際にドイツ代表 のレーブ監督もよくスペイン代表から学べることはたくさんあるってことをよくメディアでも語ってましたし、うん、あと、まあ、まさしくその、このストーミングサッカーの一人の代表者である、今リバプールの監督のユルゲン・クロップも、ドルトムンドで監督をしていたときに、まあ、ドイツ指導者連盟の講習会っていうのがあるんですけど、もうそこではっきりと自分たちがそのゲーゲンプレスをいかにその、うん、実践するか実行するかっていうのはバルサから学んだっていうことをよく言ってたんですね。もう本当に学び合う環境というのはもうあったと思いますね。そこ、確かにこう今のドイツのサッカー見ててもその、まあ、確かに切り替えの速さとかゲーゲンプレスとかそういうこう、プレッシングも含めて激しさは当然ありますけど、インテンシティも高いですけど、やっぱ、しっかりとこう、いいポジション取ってボールをつなぐことだったり、相手をこう出し抜いていくことも同時にやってるじゃないですか。このあたりが少しやっぱり、また、流星をこう、盛り返してきたところの、だと思います。うん。まあ、例えば、2013年、12年から13、14、15あたりですね、ロガー・シュミットの、ザルツブルクとレバークーゼンのサッカーとか、もちろん、ユルゲン・クロップの、ドルトムンドでの、まあ、最後の年かな。やっぱりどうしてもちょっと行き詰まるところはあったんですね。なので今は、まあ、確かどっかの日本のメディアでハイブリッド型みたいなの言いましたけれど、結局、
ストーミングの考えをメインにしながらも、そのポジショナルプレーの要素を入れなくてはいけないというのはどうしても出てくると思います。はい。実際に去年のマルコ・ローゼ監督の時のレッドブル・ザルツブルクはまさしくそれだったと思います。両方のいいところをこうやってうまく取り入れて、実践できていた。まあ、それによってね、もちろん、ヨーロッパリーグでもちゃんと結果が出ていたわけですし。はい。そう考えると、まあ、今だいぶその融合みたいなところがどれぐらいできるかがクラブのこうになってきてますけども、その元々のじゃあ、とはいえちょっと考え方のその一つ一つのプレーに対してのその判断基準とか原則みたいなところは変わってくるところもありますよね。そうですね。もちろん特に相手がボールを奪われた時のね、切り替えの時点で何をするかとか、はい、もうそもそも、まあ、ストーミングサッカーの中で使っている言葉とかがいくつか全く違ったりとか、はい、まあ、あとイメージとしてはやはりそのボールを奪いに行くときに、はい、まあ、どこかの講習会で、まあ、またクロップなんですけれど、はい、ボールを保持しているときには、まあ、例えばじゃあプレイスピード100でプレイしよう、でもボールを失った時点では 100% ではなくて 120% のインテンシティでプレイをしようということを言っていたと。何て言ったかな、餌を見つけたハイエナのように相手に食らいつくっていう言葉を使ってました。あと、まあ、レッドブル・ザルツブルクの方ですと、まあ、例えば、なんだろう、飢えた狼が、狼のようにボールを狩りに行くとかね、なんだかな、狂犬がウサギを狩るイメージとか、なんかいろんな言葉がありましたけれど、そういうボールを奪いに行くときのハングリーさ、それからそこに求められているその心理的要因というのは、通常のポジショナルプレーとはやっぱり変わってくると思うし、あとは、まあ、単純にその統計的な話でいくと、まあ、加減速の回数とかも随分変わってくるので、まあ、そういう意味ではフィジカル面で求められてくるものっていうのは随分変わってきます。そうだとやっぱり、そうですね、ボールをこう、まあ、サッカーって結局攻撃と守備が分かれてるようで分かれてない競技になりますけど、ボールをつないでるところの持ってるところでも、やっぱりそこのどこで相手に奪われるかとか、どのように相手に奪われて、その時に自分たちがどういう配置してるかみたいなことも織り込んでサッカーをしてるって感じですか？そうですね。もちろんこれはいろんな監督にもよりますし、例えばラングニックとか、まあ、ロカ・シュミットが現場でやってきた時の、まあ、考えと、はい、去年の、ザルツブルクみたいに、マルコ・ローゼ監督がやっていたときは、まあ、若干違うんですけれど、はい、基本はボールを失うことはもう一切恐れるなと。で、失ってもすぐ奪い返せるわけだから、でもその条件を作るためには、まあ、例えばボール保持しているときに広がらないとかもいろいろあるんですけれど、でもそのボールを失ったタイミングで、チームとして何をするかっていうところで、まあ、その統一したイメージを持たなくてはいけないというのはすごく、あると思うんですよ。僕は確か一回ツイッターかなんかで書いたと思うんですけど、はい、魚の群れをいつもイメージするっていう、はい、実際僕が去年率いてた、まあ、チーム、まあ、自分も監督やってたんですけれど、はい、もう初期の段階で選手たちに見せますね。ボールを失った時にどういう意図を持たなくてはいけないか、チームとしてのインテリジェンスは何なのかと。よく多分 YouTube とかでも魚とか鳥が飛んで、はい、群れのように飛んでる動画ありますけど、はい、もちろん動物がね、どういうシグナルを得てああいうふうに動いてるのかわからないんですけど、ただあれを見て、あれこそ自分たちがやりたいプレッシングだってことをよく伝えます。一定の距離があって、はい、一つのシグナルに向けて全員が同じと思って動く。今ヨーロッパの脳科学でもよく今研究されてる話なんですけれど、はい、一人一人のインテリジェンスではなくて、チームもしくはグループとしてのインテリジェンスをどう生み出すかっていうのを、うん、なのでそのインテリジェンスを活かしながら、まさしくボールを失った時にいかにボールを狩りに行くかっていう、うん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 、そうなると、つまりボール持ってるところもそれほどそのポジショナーみたいにあんまり全体が広がっていって簡単にはならないんですか？広がらないです。ケースバイケースですね。ただもう本当の意味でのストーミングサッカー、例えばその一時的な、まあ、簡単なラングニックとかやった時の場合は、基本、まずサイドチェンジなし。ボールを奪ったら、ボール直近で数的優位を作る。まあ、プラス1もしくはプラス2を作る。はい。で、まあ、失っても
構わないから、とにかく縦に入れていく。縦パスというのが一番リスクが少ない。うん。ただ、日本語でその縦パスっていうと、どうしてもこの、僕たちのことだとプラス方向って、いわゆる前になるんですけど。プラス方向、はいはいはい。まあ、プラスとマイナス方向。僕はよくチーム戦術のミーティングで選手たちともよく語った話なんですけれど、はい、縦パスっていうのは、前に行っても後ろに行っても縦なんですよね。確かに。だから僕たちが言うのは、基本縦と斜めのパス、ダイアゴナルパスがメイン。それがプラス方向でもマイナス方向でも構わない。ただ横パスは基本禁止っていう話。あ、確かに確かに。あ、なるほど。じゃあここ横パスは禁止で、まあプラス方向とマイナス方向の考え方も。あ、なるほど。で、基本その縦の軸っていうのがあるんですけれど、はい。相手ボールと味方ボールの、まあ、ちょうど真ん中をこういう線を引くイメージですね。はい。はい。で、この縦の軸を引いて、基本攻撃の時も、全選手、ボールサイドによる。なるほど。攻撃の時も。はい。だから、ボールから遠い、左、例えばこのケースだと左のサイドバックとかが、はい。マックスこの縦の軸まで移動する。ああ、ここまで。その時も、逆側の選手は捨てても構わない。